事業再生版「タイガーファンディング」ではどうぞ失礼します 再び立ち上がる志願者の挑戦を迎え撃つ事業再生版「タイガーファンティング」今宵志願者の椅子に座るのはあの男ではまずご経歴をお願いします小林克弘35歳東京都在住最終学歴は早稲田大学卒業です現在は株式会社カルロスを代表してます では今回の出資形態と希望金額をお願いします1000万円で融資でお願いしますあなたが思い描く未来の姿はマジックミラーカーを修繕しより広く販売したいでは窮地の事業を再起せよリバイブ・ザ・ビジネスはいということでカルロスさんですよねその前に出たんですけどもはい岩井社長平井田社長この度は大変ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません そしてなおも、あの現在も、あのご迷惑をかけている時代を、えー、大変謝罪させてください。申し訳ございません。で、さらに、あの、岩井社長におかれましては、あの、広告を掲載してくださっている。青社長、岡田社長、桑田社長、七井ママ。高澤社長にも、本当にご迷惑をおかけしていることを謝罪いたします。大変申し訳ございません。いや、なんかさ。あの。 後藤さんから連絡受けて、僕やね、平井出さんが関係してるから、虎で座ってくれって言われて、まあ、あの座ってますけど、いや正直、俺、今日ここめっちゃ座りたくないですよ平出さん、どうですか僕はですね、えっと、基本的にはカルロスとね、ちょっと仲良かったとっいう関係性があるので、はい、まあただ、やっぱりその、こうなった後の対応があまり良くなかったというふうには思っておりまますすじゃあカルロスささんん一度おかけくださいすみません失礼します。 あの改めてなんですけれども今日初めてもしかしたらね令和の虎あの事業再生版見たという方もいらっしゃるかもしれないんですけれどももう以前3回ですかね本家のタイガーファンディングに出演されてオールになってで今日こちらに座っていただいていると思うんですけれども改めて ご経歴からお願いします。はい、それでは簡単なご経歴お願いします。はい、えー、僕自身はあの早稲田大学を卒業した後に、えー、新卒では野村証券に入りましてで紆余曲折あり、えー、建築業を生業としました。えー、昨年にはあの令和に虎にもあの出会いまして、あの念願だった。マジックミラーカーも作らせていただくことができました。以上ですで、とりあえず今回は何が目的で。 事業再生版に出てきたのか教えてください。えー、岩井社長と、あの平井社長と七井ママに、あの、マジックミラー化を作らせていただいたんですが。そこで、あの、根本的な、あの、強度不足が判明したので、それを作り直すための資金を提供していただきたくまいりました。根本的なミスがあったと。さようです。詳しくちょっと説明いただいてもよろしいですか。はい。えっ、ー、と、僕は、あの、まあ、木造住宅とか、あの、内装をメインとした、まあ。 いわゆる大工なんですけれどもまあそ,のそこから着想して軽トラの上に箱を作れば、まあ、マジックミラー号ができると思ってマジックミラーができると思ってあの制作しましたただやっぱり認識が甘かった結果サウナーカーを作ってらっしゃる内田さんの会社に見ていただいた結果ちょっと根本的にこれはまずいということになったためもうすぐに平井田社長と岩井社長に報告しそこをあの動かすことを止めて頂い,いているという状況です具体的に言うといくら ミスミスをしてしまったとかそのあたりはいかがですか。はいえっ、ー、と構造に関わる部分なのでもう取り返しがつかないという状況になってましてなのでもう作り直すしかないという状況なので平手社長岩井社長にはあの300万円台で作らせていただいたんですけどもまあそのままそっくりかかるという算段です。何日か前に連絡あったんですよ正直言ってはっ,って話で理解できました。うわいやわかんなかったです。最初な何を何を言ってんだろう<の>感じでしたよね。あの意味が全然わかんなくてあまあとりあえずその強度不足 って言ってえこれど,うすどうしたたらええのみいいなな話じゃないでだから基本律儀なやつなんで「あのいいよ」って言ったんだけどとりあえずその日のうちに飛んできましたわ僕六本木にいてでなんかもう本当に「いいよいいよ今日は」って言ったんだけど見せてたら立ってて「どうしても教授に謝りたいんで」ってまあその誠意はいいんだけど何よりもちょっと驚きすぎて俺このこと自体に。うんで 実際あの、彼もさっきね、最初に言ったんだけど、うちってアドカーになってるわけですよ。マジックミラーカーと言いながら。で、僕は、さっき言った5人の社長にお金を出していただいて、で、その代わりに走り回って、皆さんの宣伝しますよって言ってたものが、これ一旦止まることになるので、僕だけの問題じゃなくて、あの人たちに対してじゃあ僕がどうお詫びをすればいいのか、どう賠償すればいいのかっていう問題も、実はうちには、 るとううころはありますまあ僕も、ね、同じようにあの予約が入ってたのをいくつか止めてるし、まあ、そういう意味で言うともう本当に動かさないってことで損失が発生してるにもかかわらず、まあ、ちょっと、ね、最初の来たた対応もおかしかしったですよね、うん、LINE が多分カルロスから来てたんですけどあの対応が本当に良かったのかっていうのはかなりあるかなと思っておりまして読んでいいですか、はい、すごくあの本人なりには一生懸命考えたんでしょうけどあまりに自分本位な文章が書いてきたんですね。 改めましてこの度はご迷惑をかおかけして誠に申し訳ありませんと誠心誠意対応する所存なので何卒よろしくお願いしますとでまずお願いを4点記させていただきましたと1台につき250万円の建て替えをお願いしたいですとでいろいろ書いてあるんですが、えー、まあご存知だと思いますが当方は商売がまだ未熟でして資金に余裕がありませんとるしい考えで申し訳ありませんが1台につき250万円を建て替えていただければ幸いですと。 いろいろねあのいくらかこの経費はこういうふうにかかるよってことはその次,次に書いてありますで次に2番目「時間をくださいと」とこの作り直し作業は早急に行うのが筋だと思っておりますとでただこの作業に全リソースを割いてしまいますと僕自身の生活する資金が枯渇してしまいますとこんなことを関係性の薄い見ず知らずのお客さんには決して頼めないことは重々承知しておりますと。 甘い僕をお許しいただければ幸いなのですが僕自身の損失をこれ以上広げると死活問題になりますと。で外注費を極力抑えできる限り僕が作業することで支出を抑えたいということが書いてあると。で3番目構造変更の費用の負担をお願いしますと。 これを機に構造変更を実施し車検のたびに箱部分を下ろさなくて済むようにしたいですと。でこの点については新しい工事箇所になるので改めてお知らせいただけると幸いですと。で4番目がメディアで取り上げていただければ幸いですと。でここで多分令和の虎に出してくれってことが書いてあるんですがまあこれはねあの我々知らなくて多分我々がちょっと拒絶したので多分今回、えー、後藤さんにお願いしたってことですかね多分ね。これ岩井さんどうですかこれ読んだとき最初。まあ虫がいいなっていう一と言ですかね。 まあ僕はねカロロスが正直お金ないのがもう分かっていたので,でまあ直すと言ってる以上は。 まあ、ある程度は協力しなきゃいけないかなっていうふうには思ってたんですけどで結局、まあ、このあ、ね、と岩井さんが、えー、LINE で返してるのは、まあ、弊社は営業者として使っているとでそれが使えなくなっただけで損失だし、えー、広告を出資していただいている社長にも、えー、迷惑をかけてるとでそれなのに、ね、あのお金を負担させしろとか建、えー、て替えてくれっていうのはあまりに虫がよすぎませんかねっていうことを返してますよね。これどういう思いいいい思思で返しまししししまままたいや本当に申し訳ございません、えー、っと,思いとしましては <coughs> えーまあ、建て替えに関してましては本当に僕も,も構造残高をあのあのこのミスが発覚した際に構造残高を調べてみると170万円ほどしかなくてで作り直すにも費用がなくてあのできないという状況だったために本当にあの試験に余裕のある虎の方々を頼ってしまったとっいうほのただの甘えであります。で構造変更にに関しましまては、まあ、僕にその 技術がなくてあサウナ館の内田さんの会社ではそういうことが対応いただけるのでよりいいものを提供したいこの際にはあの作り直してさらに素晴らしいものを提供したいという思いでそれをあの何も確認せずにに提案してしししてまままいいまた本当に申し訳なく思いますそもそもの話を聞きたいんだけどなぜ作る前にそのことを思い浮かばなかったのかちょっともう一回教えてくれるはい えーっとですね、まあ,あのただただ僕があの脇の甘い人間だという結論なんですけれども本当に,あの形,にな形になればいいというか見栄えがよく広告、まあ、あの目立つようにというかあのちゃんとリアルに再現できればいいという思いばかりが先行して本当にそういう守りの部分がただただ弱かったというかあの本当に想像できなかった僕の,あの想像力の欠如というところにあります。 まああの作ってもらってそれに乗ってるわけだからこちら側にも責任があるとは思ってるんだけどその前提で話をすると僕も乗ったんですけどやっぱあの法則とか怖いなとか思うんですよあの状態で風吹いてきたらこれほんまにこけへんのかなでもカルロスがちゃんと作ったんだから大丈夫なんだろうと思うしかないし。 調べなかったこっちも悪いって言われればそれまでなんだけど、まあ、それぐらいは信用した上でやってきたことを後から言われて、正直ゾッとした。うちの社員が乗ってて、ね、そういう事故にもし万が一あったとして、僕はその人間に対してどれだけの責任が負えるんだろうとか思った時には、正直ゾッとしましたね。あのやっぱ最初に 作るときからやっぱりちょっとその危機意識というのが足んなくて自分でこうやってビジネスをやるときに最低限守らなきゃいけないところっていう意識があまりに足んないんじゃないかなっていうこれからねだから本当にじゃあこれ事業再生って言ってじゃあこのあと何するか知りませんけどでそれをじゃあ今の感覚で再生できるかってそう簡単じゃないなと思ってます SK 新宿歌舞伎町美容外科歯科オーナー佐藤一徳 自ら手術を行う中、医者の取締役を務めるマルチプレイヤー、新宿歌舞伎町を舞台に、美容外科美容皮膚科美容歯科を組み合わせた、最新医療の導入ですごく綺麗すごく可愛いを実現する、事業最善の願者よビジネスの立て直し、綺麗になる準備はできてるか。どんなプランで作り直していくんですかプランとしましては、あのまあ、僕が DIY 上がりの,そのリノベーションの大工としてその作ったんですけども、やっぱりそのやっぱ建築、その 建築とその車の車載するものっていうのは根本的にやっぱり思想が違うというかそういうことは分かり始めていたのでそもそもその作らせていただいた後にはそういう箱をこのプロの方に作っていただきたいと思ってずっと探してたんですけども令和のトラック界隈でそのサウナーカーの内田さんとお会いできてましたのでその構造体の部分に関してはそちらにお任せしてで僕はその内装はできるので内装とかは僕がやって今の形にしていこうと考えております考えておりますというかそれをする予定です。 なるほど、ね、でもなんかあれですよね、自分で車を作って、車検通してっていう人もいるから、多分自分では作れると思うんですけど、その安全性の部分を多分自分ご自身ではできないから、人に任せるっていう判断でいくのか、それとも,もう失敗できないってい判断で、その人に任せるのかっていうのは、失敗ででできなないいっていう意味なんですかねやでもやっぱりそこだと、僕の技術ですと、やっぱり安全性が完璧に担保できないという状況がもう分かったので。 もう本当はそこは持ち合わ持ち合わじゃないですけどもプロの方にお願いしようと思っております虎たちへと挑むのは令和の虎への挑戦で完全オールをつかみ取った志願者カルロスマジックミラーカーをめぐる紆余曲折この場に挑むその理由を語る序盤戦一体どうなる カルトさんどうですか聞いてていやこんそんな大雑把な話があるのかっていうジェットシティーピープル代表リョフカルマ学習塾教室上トラックドライバーを経てラッパーとして不動の地位を築き上げる持ち合わせるのは冷静沈着に打ち抜く論破力歯に衣着せぬ話術そして自他ともに認める希代のグラビア,アアイドルフリーク衝撃のネオフリースタイル志願者のビジネスを再びぶち上げるこんそんな大雑把な話があるのかっていう。 でびっくりしましたそうですよ、はい、本当にでも多分普通例えばこれ物を売るときって例えばメーカーだったら例えばね何回もテストするとかするじゃないですかだからもう 本当、ほんと見切り発車というか、でもすごくいいところは一つだけあって、何でもチャレンジするんですよ。だから、新しいことにチャレンジするからこそ、こういう新しい企画にも乗ってくるし、何でも作るっていうところはすごく彼のいいところではあるんですけど、ただ、見切り発車すぎて、もう初めてのことを何でもやろうとするんですよ。だから例えば、一代目とかは、電気システムまで、あの、アナログで自分で作ろうとするんですよ。バッテリーちゃんとしたものを買えばいいじゃんって言ったにも変わらず、やっぱり、こっちの方が面白くて、面白いことをやりたいだけなんですよ。だから僕はそこが心配で、面白いことをやるのはいいけど、 自分でビジネスやったとき責任を負うよっていうのが分からないと、多分ま今後も多分彼は新しいことにチャレンジし続けると思うんですよ。でそのときにチャレンジするのはいいけど、どんどん損失が膨らむんじゃないかなと思って、それをこういう、そういう感じだと、このままビジネスやっていいのかなっていうのは、事業再生として、どうですかね、後藤さん。まあ、正直、その、今、3台作って、4台,ですね、4台作っもうすでに作っちゃってますよね。まあ、申し訳ないですけど、この金額からいくと、木造で、 あの箱っていうと、利益が、このゲスの話で申し訳ないです。利益出てるんで、本来なら、1台分の修繕費ぐらいの利益が出てるんではないかと、僕は車屋として思えるんですよね。まあ、あと、まあ、その木造の箱、延べ床面積っていうんですかね。そうすると、何かもうちょっと余力があって、1台ぐらいはもう作り直してテストができるんではないのかなっていうふうには思うんですね。申し訳ないですね、お金の話で。えー、1台は作り直せると思いますただ あのもう4台を作り直さなければいけない状況なので今回ここにあの挑戦させていただいてますあとはも、えっともとの話は言っとかなきゃいけないんだけど平井出さんがマジックミラーカーが作りたかったのねもともとで検索したらカルロスがヒットしたんですよ<ー>であこんなこと作るやついるんだって言って平井出さんの方からアクションを起こしたら間違い,い、ね、そうですね、はい。でもそういう意味で言うとすごく発信力あるんですよ だから、えっと、もうマジックミラー号って検索するとカルロしか出てこないですよでそれぐらい発信力もあるし新しいことそれ以外のことも結構発信力があるタイプでいろんなことにチャレンジするのでそういう意味で言うと何か新しいことをやるのは向いてるかなと思いつつもただ一方で新しいことに彼にチャレンジさせると結局誰か正しいあの法律的なところとかここはやらない方がいいんじゃないとかっていうのを誰かが言わないと多分なんか間違った道に行くんじゃないかなと思ってますまあだから人の生命に関わるようなこととかは絶対やめた方がいいってことですよね。で今回の場合もたたまたまこうやってあの ね、あの事故が起きる前に発覚したからいいですけど、これ事故起きてたら、もうそれどころじゃないじゃないですか、だからそ,からそこが本当、やっぱりちょっと意味では怖いなと思ってますねまあでもそんな中ではありますけど、カルロスさんはまあ事業再生、そのあたりの思いはいかがですかはい、えー、思いとしましては、本当にここで獲得しないと、まあ、作り直すことができないと思っております。あのー、そううすねいやもももささんにも岩井さんにに 本当によくしててもらって <laughs> ごめんなさい <laughs> まあそれを今ではもうあだで返すような結果になってしまっていて申し訳ないんですけどもでも <laughs> 僕としてもやっぱりいいものを作り直させていただきたいと思ってます。 すま,せんまあとにかくあのとてつもない額の事業料を払ったと思うしかないと思っていてただ僕すごい無責任に言い方するんだけどこの事業再生版タイガーファンディングって後藤さんが主催で私たち並んでる4人はお金を積まないんですよ要は、えー、彼の企画に対して賛同できるんだったら後藤さん応援してあげてっていうかいやこんなやつ駄目だから応援しちゃ駄目だよっていうかの意見を言うだけじゃないですか。最後は後藤さんなんなですよね で後藤さん、今回1000万積むかどうかって話じゃないですか。だからこそ、大事なことって、やっぱ後藤さんもボランティアでやるわけじゃないので、彼が、まあ、この修繕のために1000万、まずは後藤さんに調達させてもらった後に、どういうことで後藤さんに対してリターンをしていこうとしてるのかを明確にしないと、多分話進まないですよね。そうですね、はい。ということだと思います。で 僕はあの、今日後藤さんってやっぱ車関係の人なんで、実は親和性あると思ってたんですよ。だからこそ、もしかしたら、単にカルロスが思ってることだけじゃなくて、後藤さんだったらこれどうするかとか、ということも含めて、後藤さんから意見も聞きたいなと思うんだけど、まずはカルロスが、後藤さんからもし1000万の調達を受けた場合に、最終的に後藤さんにどうリターンするかをちょっと教えてくれないかな。 はいまあ、融資では書かせていただいているんですけれども、まあ、でも本当に額が額で、僕もその、まあ、去年の成績ですと、年商がまあ3000万ぐらいで、利益がまあ手元に500万ぐらい残っているという状況で、ででそんな中にまあ1000万の借金を背負うとなると、すごいまあ大変だな、大変だなっていうか、もうでもやらなくちゃいけないなって思っておりまして、えっ、ー、と、リターンとしましては、 まあでもその金銭的にはそういう部分であとはなんか僕の建築関連でやってる事業でなんかシかジーがあればぜひ何でもご協力させていただきたいと思ってます要はさこう融資って書いてあるじゃんだから1000万借りて10年払いで、ね、金利が51万なんですよ10年間で利回りで51万にしかならないなら多分この人乗っかんないよね、はい、もうこれ正直言って 広告で借りりるとかよりも <laughs> 有限会社、格山商会代表、後藤和義。愛知県を拠点に中古車販売、ガレージ要素、ウェブ制作、企画マーケティングなど多角的にビジネス展開。プロモーション、コンテンツ企画制作を手掛け、事業再生の虎、オーナーとして志願者を支える。あまたの事業を走らせるこの男。今宵、いかなるビジネスを加速させる。言っちゃあれですけど、これ。つ これは無理だと思います。はい、もう、はっきり言ってこの提案自体が。だから僕も今、岩井さんがそうやって言ってくれて、何か僕の心を動かすなり、もう逆にもっとビジネスプランとして、これこれこうで、こうやるからこうでっていうのがもう明確にできるじゃないですか、これ。物があったり、今もうすでに3台。というか、3台作る前に1台目で分かるんじゃないかなっていう。正直言うと、もうこれ金儲けに走ったとしか思えないんですよね、この最初に3台作ったこと自体が。 もうはっきり言って、もう僕、商売人としてちょっとありえない。どういう感性でこれ、最初の一台を作って、ちょっと乗れば分かりますよね。正直なところ。ね、その、ネットで、平井手社長とか、まあ、あの、結構盛り上がってたんで、多分、そういうのに応えなきゃっていうんで、どんどん作っちゃったんではないかなと思うんですけれども、本当に僕の心を動かすなら、何かこう、もうちょっときちっとした、 あのビジネスン僕らも本当にこれ投資として考えてますので内容とそのもう本当に出口になったりある程度保全ができれば僕正直あの話には乗るつもりでいますこれはもう僕のもう本当に今の本心です今おっしゃってるように保全があればっていう部分は言ってしまえば融資だからただ銀行と違って担保がないからねいつ終わるか分かんないわけじゃんでもそれ一旦置いとくとするならばあなたは投資ではなくて融資だって言ってるから 借りた金はまず返すよって言ってるのねそれは全然悪くないんだけどそれだけだったら全然意味がないじゃんこれと同時に後藤さんに対して自分が何ができるかってことを明確に言わないと心動かないよねえっとごめんなさい融資に関しましてはまあ本当に僕の今のその経済力で支払える 額でそのシミュレーションの計算しても結果これぐらいだったら返せるかなっていう部分でしか書いてません。なのでその投資とかでお考えくださるのであればその部分はぜひあの相談させていただきたいというか僕のそうですね建築の軸の事業で本当にシナジーとかがあればぜひぜひあの協力させてあのあの僕を使っていただきたいって思ってます。建築は僕正直全く仕事として 組めるっていいうこともないので <laughs> やっぱそうなんですか <laughs> <laughs> さすがにちょっと僕も今それをすごく言われても何かあじゃあこれお願いしますねっていうことがあれば本当にウィンウィンでいけると思うんですけれども <laughs> ただあれですねあごめんなさいあのキッチンカーとかキャンピングカーとかの内装とかあの、まあ、今回マジックミラーカーの,あのラッピングとかもさせていただきましたけどそういう部分ではあの全力であの。 作業させていただきたいと思います。あんまり必要そうじゃないですよね。そのシナジー。うん、まあ、正直、ちょっと心は動かないんですけど、<laughs> まあ、正直、この、ね、虎方が、この。まあ、困ってるっていう部分でしか、僕、今、心動いてないんですよ。岩井さんでも、平井さん、社長でも、こうやって。 もうこの今だと全く何も進んでないですよね。ただやっぱりですね、すうん、さっきの最初に僕が紹介したラインと同じで、彼はすっごい真面目だから自分のできる最低限のさもう絶対できるところを書いてるんですけど、やっぱこれ動かないですよね毎回ね。この条件ってちょっとこれあのじょ僕らビジネスマンとしては常識外なんですよね。気持ちは僕も少なからずあるんですよ。この動画もずっと見させてもらってマジックミラーカーの。 ヒ、まあ、平井さんの、ね、思い出とかも正直テレビ見ながらさ、これ、これ確かに面白いよねなんて、その、まさかここにこんな立場で座るとは、その時思ってないで、ただゲラゲラ笑いながら、こう本当、これ誰が借りるんだろうなんて自分でもね、一人ごと言いながら見てたんですけど、今ここにやっぱ立つとあ、座ってこうお話を伺うと、何か本当にしてあげたいんだけど、できないっていうのが今、今の気持ちです。はい。 これマジックミラーカーって実際こうちゃんと作って1台販売すると利益っていいくらぐらぐ出るものなんですか手元に利益としては二割ぐらい販売額の2割ぐらいは建築では残りますまあ仮に300万としましょうよ300万で僕はお金払いましたあなたが外に対して原価として払うお金がいくらだったか教えてほしいな。 ごめんなさいそこまとめてきてもませんえっと外注費としましては、えーとまあ、次からの場合ですと内田さんのところで構造体作ってもらいますし看板屋さんにラッピングをしてもらいま,すまあまあ次からの話はいいよ、はい、だからさ今,今の時点で例えば50%に当たる150万はも原価で飛んでいくんですとで残った150万の中で自分の人気代が <laughs> で利益が <laughs> 出ましたなら理解ができるんですよただからざっくり要は粗利っていうことで言えば50%稼げるわけじゃない っていうことぐらいは35歳なんて知りえやお前すいません青ちゃうかお前すいませんだからその1台作った儲けで1台が直せるほどにはならないもんね当然ならないです涙を見せるカルロスその言葉を受け止めトラちはいかなる思いを抱くのか次回後半戦物語の行方を見逃すな 事前にそうやってリスクを考えてやっていくことはできるんですかっていう昔よりはできるようになってきてると思ってます。できないってことです。ごめんなさい, <laughs> いごめんなさい。すごいごめんなさい。